倉さゆりです。夏目漱石が我が輩は猫であるを書いたのは高浜虚子に依頼されたからです。高浜虚子は俳句を正岡子規に認められました。高浜虚子作子規故事と世。世が文学上の書籍に親しんだのは中学卒業の1年前くらいからのことで、前言った通り国民の友、早稲田文学、しがらみ草子、城南評論、それに近松門左衛門、井原西鶴、高田露伴、尾崎紅葉、高田早苗氏の美人学、中江徳助役の石美学、それらを乱読して東都の空に憧れていた。そしてある時、子規故事に手紙を送って、小説を書くためには学校生活をやるよりも中学を終えた上直ちに上京して森鴎外氏なり高田露伴氏なりの門下生になりたいと思うが終戦をしてくれぬかと言ってやった。それに対する故事の返答は極めて冷静な文句で、学校の過程を踏まずに直ちに小説家になるご決心のよし、ご勇気のほどは感服するけれども、貴兄は家族の敬類などはどうなのか、学校を卒業しておけばまず食うに困るようなことはないが、今から素手で世の中に飛び出す以上は気かすと戦う覚悟がなけりゃならぬ。なお鴎外露伴らに紹介せよとのことだが、自分はまだ会ったこともない。たとえ自分が紹介の労を取るにしたところで、門下生になってどれほど得るところがあるか、それは疑問だと思う、とこういう意味の返事であった。その頃18、9歳の田舎青年であった世は、この衣食問題を提供されて、実は一方ならず驚愕したのであった。そうしてこの時以来、仙台第二高等学校中途退学するまで、世の頭には実に文芸同系の譲渡、衣食問題とが常に相当続けていたのであった。写経という能がある。親父氏は舞台に出て舞い、小児氏は橋がかりで舞うのであるが、ちょっと世と子規故事との関係はそういったような状態であった。故事はまだ舞ってはいかぬいかぬと言いながら舞台で舞い始めたので、世はこらえられずに橋がかりで舞い始めたので、おっ